ラムザン・カディロフ、ラムザン・アフマドビチ・カディロフ、ラテン文字表記の例、1976年10月5日帯は、チェチェン共和国の政治家、同国の第3代首長、民警少将、ロシア連邦英雄、2004年5月9日に暗殺された、アフマド・カディロフの次男である。日本の報道では、朝日新聞のみが、カドイロフと表記している。 チェチェイングーシジチソビエト社会主義共和国、セントロイ村に生まれる。1996年より、父、アフマド・カデロフの補佐官兼ボディーガードを務めた。2000年5月12日、爆弾による暗殺未遂を受ける。これに対し、父アフマドは、アスランマス・ハドフを避難する。2001年1月16日には、グデルメス郊外で2度目の暗殺未遂事件が発生。 2002年9月30日、クデルメス地区ノボグローズネンスキー村において、ラムザンの車に対して、発砲事件が起こる。2003年7月27日には、クルチャロエフ地区とサンユルト村において、自爆テイロミスイ事件が発生した。2003年、父の大統領選出後、大統領保安局長となり、独立派との交渉、武器の連邦軍への引き渡しに従事した。 2004年、マハチからビジネス法律大学を卒業。その後、チェチェンライム総補佐官を務め、チェチェン共和国国会議員となった。2004年5月9日に、父が暗殺されると、チェチェン住民の多くは、ラムザンを大統領に推薦した。しかしながら、共和国憲法によれば、大統領となるには、満30歳以上であることが必要であったため、ラムザンは、 選挙に参加しなかった。2004年5月10日に第一副首相に就任。同年10月10日より、南部連邦管区ロシア連邦大統領、全県代表顧問となる。2005年11月18日、首相代行に任命。同年12月29日、ロシア連邦英雄の称号が授与された。2006年1月より、ロシアの政権与党。 統一ロシアの地域支部書記を務める。2006年2月28日、首相のセルゲイ・アブラモフが、ラムザンを次期首相に指名して辞職し、3月4日より、首相となった。2007年2月15日、チェチェン共和国、第三代大,大統領に就任。2010年8月、国に、大統領は一人だけと主張して、大統領職の名称変更を提唱。 議会の議決により、9月2日より役職名が、主張となる。ロシア連邦英雄、有機勲章、アフマドカデロフ名称勲章、公共秩序の警備における優秀さに対するメダル、全ロシア国勢調査における貢献に対するメダル、チェチェン共和国における対テロ作戦への参加に対するメダル、カフカースにおける勤務に対するメダル、チェチェン共和国の守護者メダルを受賞。 チェチェン共和国名誉市民、ロシア自然科学アカデミー名誉会員、厚労体育職員。2009年12月14日には、ロシア内務省より民権省省の階級が授与され、ロシア最年少、33歳の召喚となった。最大4 0を有する。趣味は音楽鑑賞。自動車が好きで自分で運転することを好む。ボクシングを足しなみ。 スポーツマスターの称号を有する。総合格闘技のファンで暗殺された父の名前から命名した総合格闘技団体、アフマド MMA を運営している。2015年には総合格闘家のクリス・ワイドマン、ファブリシオ・ベウルム、フランク・ミアを大統領宮殿に招待している。アフマド・カデロフの死後、プロサッカークラブ FC テレク・グロズヌイの会長職を2004年5月、父から引き継いだ。 一時は一部リーグに導いたが、2011年、チームの強化するのに時間がないとの理由で辞任した。競争場の場所でもあり、2008年のドバイミーティング、アラブ首長国連邦、ドバイでは有力場を金銭トレードで購入して、チェチェン共和国の国旗の色を三色使った勝負服で出走させるなど、競馬の国際的な舞台での活動も目立つ。主な保有場に、 ジターノエルナンド2011年シンガポール航空インターナショナルカップ優勝などを保。シンガポールインターナショナルカップでは、カディロフ自身が観戦に訪れ、初めての GI 優勝を見届けている。場所として、南アフリカの旧車を主な顧客にし、芝やオールウェザーコースに適性がある馬を複数頭保有し、すぐにメインの南アフリカの旧車に移しているが、 ここ最近は欧州の競馬進行国チェコやドバイの王族所有馬の共同オーナーを務めるなど幅広い。ダートに適性のある馬は今のところ保有していない。現在では天然ガスの資金を武器にヨーロッパの競合馬の獲得を目指している。2013年4月にフォアショーでオルフェーブルと激闘を繰り広げたミアンドルを獲得している。自身は大統領の公務で 多忙なため、自身の代理人に任せている。ちなみに繁殖、育成、調教専用の牧場等は、一切持っていない。競争場の獲得は、カディロフと自身の代理人が現地で競争場を吟味し、自身を軸としたオーナーグループが獲得している。コーカサス研究の広瀬陽子は、カディロフ派が当制を名目に、殺人、強盗、誘拐、拷問、 多額の身の白金請求をしていると指摘している。2017年3月、反政府メディアのバヤガゼータが、チェチェン国内で100人以上の市民が性的指向を理由に当局に逮捕された模様だと報じたことだった。逮捕者の中には、LGBT 活動家、報道関係者、宗教関係者が含まれていた。米国など海外メディアでは、 海外に逃亡したゲイのチェチェン人やジャーナリストからその実態が暴露されつつある。軍隊がゲイの国民を組織的に逮捕、投獄し、拷問の上、多数を殺害しているとの報道もある。抗ガへの電気ショックを含む残虐行為が行われているとの証言もある。国連など国際機関もチェチェンに対してゲイに対する誘拐、拷問、殺害をやめよと非難を表明している。 米、HBO のスポーツドキュメンタリー番組、リアルスポーツのインタビューに応じたカディロフは、ゲイに対する人権侵害の存在を否定。こうした作り話を流すものは、悪魔であり、人間以下だ飛べている。そして、チェチェンにはゲイなど存在しないと、次のように述べている。そんな人はチェチェンにはいない。いない人間を拘束したり、拷問することなどできない。 実際にそんな人がいるのなら、純潔を守るためにも、そいつらをカナダにでも追放してやる。しかしその前に、我が国では、親族が、その存在を許さない。それが、チェチェンの信念であり、心であり、習慣であり、伝統なのだ。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。